えクリス、はい、あれ振ってば何の夢見てんのかしら。いや多分今寝言で言ってた通りだと思いますけど。最低。悠久幻想曲セカンドアルバムボリューム2第1話、ローレンシュタインからの手紙。ああ、いてててうわっ、なんて夢だよ、くそ。あ、大丈夫、アレフ君。日頃の行いが悪いからよ。日頃の行いは悪くねえんだよ。ああ、てらもうマリアの魔法で痛いの取ってあげようか。ああ、治った。何よ、なんか引っかかるわね今の。ジェニー、こんにちは。いらっしゃいメルディ。相変わらず元気ですね。お、なんだよ気持ち悪い笑い方して。いいことでもあったわけ。そうなの、みんなにも見せてあげるからね。お前手紙なんか読めたっけ。もちろん、メロディーは学校で一生懸命勉強してるからもうスラスラなのだ。すごい進歩じゃないか。で、誰からなんだそれ。なんとびっくり、ローレンシュタインのシーラちゃんからです。シーラ、ほんとかよ。何何何、なんて書いてあるの。見せてくださいよメロディー。あー、マリアもいい。あー、もうちょっと出して。いや、あの意味が全然わかんないんだけど。でもそう書いてあるよ。ちょっと見せてみな。どれどれってひらがなしか読んでないじゃないかお前は。漢字を飛ばすなよ。海、漢字。いや、もういいから俺が読むから。海、こんにちはメロディーちゃん、この前はお茶。ちょっとちゃんと読んでよ、気持ち悪いんだよ。すいませんね。お元気ですか。はい、元気です。私もとっても元気です、音楽学院のピアノの練習は厳しいので時々疲れたりもするけれど、みんなに負けないように頑張ってます。ところで今こっちの町ではマロンバが大流行。これはでがしたものですに言ったらますが。ちょっとアレフ。メロディーと同じだ。違うの、インクが滲んで読めないんだってば。ほら、おるるん、ほんとだ。配達の途中で雨に濡れちゃったんだねきっと。マロンバが大流行、一体何かしら。そう、マロンバ、マロンバ、芸術の都で流行ってるくらいですから、きっとおしゃれなものなんですよね。そうかな。ミリー、それならメロディーがシーラちゃんに会うついでに聞いてきてあげるよ。え、シーラに会う。おい、メロディー、どういうことだ。ニュー、この手紙をトリーシャちゃんとピートちゃんに見せたの。そしたら一緒にローレンシュタインに行こうって。トリーシャさんとピートくん。でもローレンシュタインってすごく遠いんだよ。馬車を使ったって何週間もかかるんだから。それなら大丈夫。アルベルトちゃんに頼めば連れてってくれるはずだって言ってました。ということで行ってきます。ああ、ちょっとメロディー、行っちゃった。そういえば自警団がローレンシュタインに行くって聞いたよ。まさかそれについてたのかな。だったら私も。違うわよ、今回は仕事だから連れてってくれないんだって。あれ、
もしかしてパティ、お前も行ったのか自警団。うん。まさかアレフも行った。 あの僕も実はそっか、結局みんな会いたいんだよね、シーラに。うん、ローレンシュタインか。遠いな。遠いですね。あ、やだなみんな、何暗くなってんの。それよりさ、さっきの話の続きだけど、ローレンシュタインで流行ってるマロンバって一体なんだろうね。あー、そうだな、多分ファッションだと思うんだ俺。マロンバブランド。あ、違うよ、小説のタイトルじゃないかな。解決マロンバ。うん、違うわよ、新しい紅茶じゃないの、マロンバブレンドとかさ。魔法だよ魔法、必殺マロンバ。やっほーみんなあら、いらっしゃいルーラー。マロンバって騒いでたけど、マロンバがどうかしたの？ああ、実は今ローレンシュタインで流行ってるらしいんだけど、何なのかよくわからないんだよ。え？マロンバを知らないの？え？聞いたことないけど。うっそ！エンフィールドにだってあるじゃない。馬車を止めてくれ。みんな、今夜はこの山の中で野宿だ。野党や狼に備えて火は絶やすな。見張りも交代でやろう。了解しました。わかりました。ありがとうございます。はい、さてと、そろそろ飯にするかな。そういえば昼から何にも食ってねえや、腹減ったぜ。おいおい、明日ないぞ俺の胃袋。こんな大合唱みたいにならなくったって。って大合唱。ちょっと待て、今のなんだ、後ろの荷物の中から聞こえたぞ。お前らそこで何やってんだ。リーシャ、ピート、メロディー、それにクレア、お前まで。どうもどうもじゃない。なんか見慣れない箱が積んであると思ったら、どういうつもりだお前ら。ローレンシュタインに連れてけ。同じくあのな、私は兄様のお目付け役です。放っておいたら見知らぬ土地で危険なことに首を突っ込むかもしれないでしょ。何だと思ってんだ。とにかく帰れ。いいな。どうやって。え、こんなところからじゃ僕たち帰れないよ。と言って今から引き返してたら、向こうの自警団との交流会に遅れちまうぜ。お前ら、さてはそれを狙ったな。嫌ですわ、狙ったのなんて。しまったからには遠慮はいりませんわね。これからは私がきちんとした食事をお作りいたします。旅の間はついつい栄養が偏りがちになってしまいますからね。体を壊すと大変ですわ。なんてこうなるんだ。シェリルちゃん。あ、リカルドさん、こんにちは。おお、こんなところで読書かい？はい、天気がいいのでたまには野原で本を読もうと思って。リカルドさんは巡回ですか？ああ、今日からしばらくアルたちをローレンシュタインに出張させているからね。気が抜けないんだよ。ローレンシュタインですか。そういえばトリーシャちゃんたちが内緒で遊びに行っちゃったそうですね。お、あるから連絡があった。
困った子だ。それじゃあ失礼するよ。読書の時間を邪魔して悪かったね。とんでもないです。最近エンフィールドの周りも物騒になってきている。この辺なら大丈夫だとは思うが、一応シェレルちゃんも身の回りには気をつけてくれ。はい。第2話、森の中で。なあローラ、昨日言ってたマロンバっていうのは本当にエンフィールドにもあるのか？うん、昔よく食べたもん。果物だよ。マロンバって果物なの？うちの店じゃ扱ったことないけど。本当だってば。森の奥に行けばたくさんあるじゃない。嘘。信じられないな。何よ、そんなに言うんだったらそのマロンバが生えてるところまで案内しようか。ピ、いるか。どこだ。ここですよ兄貴。さっき、すかん。例のものは用意できたか。この茂みの中にたっぷり隠してあります。これでエンフィールドの練習は大混乱です。はっ、かんだ声が。エンフィールドの練習はこれで大混乱でさ。よし、それじゃあいよいよやるぜ。あ、兄貴。なんだあいつら、きっとエンフィールドの連中ですぜ。まずいな。とりあえず、あれも疲れた。ダメなんだもん、足動かないんだもん。おいローラ、もう本当にこんなところにあるのか。何かの間違いじゃないの。間違いじゃないわよ。この間メロディーちゃんと遊んでた時にも見かけたもん。でも珍しいものはどこにもないじゃない。疑うんなら帰れば。後で食べさせてあげない。と言いつつなんで見つかんないのかな。おかしいな。大丈夫だよね。この前来た時にはいっぱいあったし。あ、見て見て、大きなキノコですよ。いやー、どう、こんな奥まで来るんだったらお弁当作ってくればよかったわね。あ、確かこの辺だったと思ったんだけど、あれ。いやいや、うぎうぎ、復活。なあローラ、まだ見つかんないのかよ。もう黙っててよ。せっかちな男の子は嫌われるわよ。それは言えてるわね。何だよお前は。何よ。マロンバマロンバマロンバ、変だな。黄色くて丸くって皮を剥くといい匂いがして。違う、思い出した。マロンバじゃなくてマロンゴだよ、あの果物の名前。私。おいローラ、あのさ、しまった、私勘違いしてた。マロンバじゃなくてマロンゴ。どうしよう。おいローラ。なに、ここにさ、マロンゴの実だったらいっぱい落ちてんだけど。まさかあんたこれと勘違いしてんじゃないでしょうね。そんなわけないじゃない。じゃあ一体どんな形してんだ。形。そうね、外見が分かればみんなで手分けして探せるわね。どうしよう、ここまで来ちゃったら間違いだったなんて言えないよ。一言で言ったら、木の実みたいな果物かな。じゃあ大きさとかは？だいたいこれくらいの、そうね、手のひらに乗るくらいの大きさで、色は赤っぽくてほとんどまん丸で。おー、赤くて丸くて、
のひらサイズの木の実ね。はいと、あ、いよいよ、それは、おい、ローラ、それってさ、ちょっとザラザラしてて柔らかくないか？え、そんなだったかも。先の尖った黄色い葉っぱがついてない？言われてみればそのようなのがあったかも。よっしゃー、ミッケチョー、これがマロンバだ。本当？それがマロンバなの？よく見たら茂みの中にいっぱい落ちてますよ。どれどれ？本当に食べられるの？ちょっと待って、注目、まさか変なものだったらどうしよう。どこかあるとか。持ってけて。これでマロンバは俺の。お前じゃないの。ふざけてる。ただ借りつけじゃないだろ。まさか出しなさいよ。みんなで行こう。しても、こんな森の中に何しに来たんだ、うん、まあいい。それより早いとこ、例のもの。あ、へい。例のもの、例のもの、あれ、うん、うわ、うん、なんだ、どうした。兄貴、大変です。あれ、あの実、なんて名前でしたっけ。何度言わせりゃ分かるんだ。ダバージの実だよ。そう、それ、なんとかの実。ダバージだ。それ、全部なくなっちまってます。何だとお前。よく見たのか。見ましたよ。よく見たのか。見ました。確かなんだろうね。お前、何をやってんだ。ないよ、まさか。あいつらが持ってったんじゃ。くっそー。おい、追いかけるんだ。兄貴、待ってくださいよ。第3話、悪い夢の始まり。やっほー。あ、皆さん。よー、シェリル。こんにちは、シェリルさん。みんなで何をしてるんですか？ハイキング？まあ、そんなようなもんね。じゃーん、これ見てよ。何？果物みたいですけど。うん、マロンバって言うんだね、ローラちゃん。うん、マロンバですか？これってね、あのローレンシュタインで大流行なんだって。あ、そうだ、これからシェリルも桜店に来ないか。みんなでマロンバを食べるんだけどさ。そうですね。それじゃあ本を図書館に返してから行かせてもらいます。じゃあ待ってるね。ええ、よし、それじゃあみんな行こうぜ。じゃあね、クリス行くぞ。あ、じゃあまた後で。バイバイ。あ、兄貴。おお、どうだった。どうやらあいつらダバチの実を食べる気みたいですね。食う？えい。あ、そりゃ好都合だ。どっちみちエンフィールドの連中に食わせてやるつもりだったんだからな。苦労して運び込む手間が省けたってもんですね。奴らがダバジの実を食った隙を狙ってあの実を奪い返すんだ。そしたら今度は町中にばらまいてやりましょう、兄貴。よし、おい、ダビルしなんだよ。はい、お待たせ。
そうだね、クリス君。ああ、さすがローレンシュタインで流行ってるだけのことはあるよな。そうね、なんでフィールドでは流行らないのかしらね。って私たら何言ってるのよ。早くみんなにこれは違うって謝らないといけないのに。まあ、俺たちは流行の最先端を言ってるってことだな。あの、何？なんでもない。変なの。早く食べましょうよ。ほっとくと美味しくなくなっちゃうわよ。ああ、そうだね、そうだね。いただきます。これは最高だ。はい、なんだい。ありがとうね。ああ、ほらほらほら、落とさないようにちゃんと受け取って。あの、ちょっと、クリスちゃん。はい。どうしてこっちに寄ってくるの？え？あ？あれ？あ、そういえば、でも、なんかぽ。パーン！ちょっと、いきなり抱きついてくるなんて、女の子が苦手なあなたが、急に何よ！そうだぞクリス、そういうのはな、順番があるんだ、いつも言ってんだろう。だから俺がお前になその順番って。たークリス、あーわーバッタリつけな、おいこの感触がたまらん。ちょっと待て、よく考えて何やってんの俺。違うんです。さっき見せてもらったあの実はダバジといって毒を持った果物ですよ。毒？嘘。図書館でイブさんにマロンバの話をしたら、そんな植物はないって言うんです。それでいろいろと調べてもらったら、そんな、あの時ちゃんと言えばよかった。どうしよう。私どうしよう。それでどうやって治すんだ。このまま目をつぶったままってわけにはいかないぞ。イブさんから借りた本に解毒剤の調合法が書いてあります。それで本当だよシェリル。ええ、これから材料を揃えなくちゃいけないからしばらく時間がかかるけど。待ってます。だからなるべく早く。
頼むわ、シェリル。はい、あのシェリルちゃん、私にも何かやらせてね。え、私何でもする。だからお願い、手伝わせて。ローラちゃん、ごめん、ごめんね、みんな、これ私のせいだから。ごめんなさい、ローラ。分かったわ、私が材料を集めてくるから、ローラちゃんは薬の調合の準備をしてくれる。うん、それじゃあ急いで帰ってきますから。頼んだぜ、シェリル。ローラ、どこに何があるか分かる？見つからないものがあったら言ってね。うん。おい、お前ら、おとなしくしな。おい、そこのガキ。勝手に解毒剤を作られちゃ困るんだよ。何？お前ら一体誰だ、何なんだ。くそ、目を開けられれば。俺たちか。カイドウの盗賊さ。あの実はな、もともと俺たちがエンフィールドを混乱に陥れるために取り寄せたんだよ。自警団の連中、特にリカルドに一泡吹かせてやろうと思ってな。そんな。第4話、エンフィールドの風。というわけでな、解毒剤は困るんだ。ひどい！ひどくて当たり前だぜ。なんせ俺たち悪党だからな。くっそ、どうしよう、アレフ君。よし、クリス、お前目を開けてあいつらを見ろ。そしたら抱きついちゃうじゃないか。それで奴らの動きを止めるのが狙いだ。いくら僕でも怒るよ、アレフ君。ちょっとあんたたち、こんな時まで漫才はよして。そうだ、リカルド王子様に。まずは余計なことすんじゃねえ。次は脅しじゃ済まねえぞ。やめろ。あんたたち、女の子に向かって何すんのよ。うるせえ。くそ、何か方法はないのか。何かと聞いてきたんだが、まさかここでカイドウの盗賊どもと出会うとは思わなかったよ。え？お前たち、この子たちに怪我でもさせてみろ。許さんぞ。お前が人質に取っている子はエンフィールドの子供、すなわち私の子供も同然だ。それを傷つけようとする者は私が許さない。おとなしく降参するか、さもなくは。
前何言ってんだよ。兄貴を裏切る気か。こんな人兄貴でも何でもありません。何今までのクソチクシューリカルド。おい、全員無事かね。うん、助かった。皆さん、解毒剤の材料持ってきました。急いで作りますからね。それ、私がやる。私に作らせて。お願い。次はみじん切りにしたゲジゲジ草に乾燥したトカゲの尻尾を入れて。ゲジゲジ草をみじん切りね。大丈夫？やっぱり私が平気平気平気だよ。でもこれは私がやりたいの。やらせて。次はこれをお鍋に。あちぱぱー、見えちゃう。私ってばこういうの下手なんだから。火加減はこれでよしと。ローラちゃん、次は何？うん、あとレモンの絞り汁を入れれば。絞り汁を入れると、これで出来上がり。やったー。それじゃみんなのところに。ティはあんなに楽しそうなんだろう。はあ、やれやれ。この前は本当にひどい目にあった。そうですね。僕今でもアレフ君とのことを思い出すと気分。なんだよお前。まあ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 。でもさ、結局マロンバって何だったのかしら。あ、そういえば。もういいよあの話。おかしいな。ん？どうしたのマリア、さっきから難しい顔して。あのね、例の解毒剤だけど、ゲジゲジ草と乾燥トカゲの尻尾とレモン汁だけじゃ絶対効かないはずなんだよね。でも効いたじゃない。だから変なんだよね。あの、それはですね、何か知ってるのシャリル？ええ、実は私も気になってあれから魔術の先生に聞いたんです。そうしたらもう一つ本にも載っていない大切な材料があるって。おいおい、マジかよ。とんでもねえ薬だな。よく僕たち助かりましたね。それは大丈夫ですよ。だって材料の最後の一つは気持ち。気持ち？そう、大切な人たちを思う優しい気持ち、それが効き目の源なんですって。そっか。どうしたのロラ。あのね、落ち着きなさいよ。落ち着いてなんかいられないよ。ローレンシュタインから小包が届いたの。それにね、トリューシャちゃんたちの手紙と、あとシーラちゃんの演奏会のレコードが入ってたんだよ。本当に？はいはいはい、お礼します。第2話、再会のピアノ。
したのシーラ、ため息なんかついて。分かった、今度の音楽祭で大役を任されたから緊張してるんだ。まあそうよね、音楽祭のフィナーレでピアノ演奏するのって最上級生の役目だったのに、いきなりの大抜擢だもん。頑張ってよ、クラスのみんなで応援してるんだから。ご苦労だったね。いえ、厚生自警団交流会に俺、いえ、私ごとき一隊員が参加できることは、声のいたち、声のいたりですわ、兄様。そうか、光栄のいたりであります。え、だあ、クレア、お前宿舎で待ってろって言ったろ。だって、兄様がちゃんとご挨拶できるか心配で。もう俺は子供か。ああ、アルベルト君、そちらのお嬢さんは一体。いや、実は、ですね、アルベルトの妹、クレア・コールインです。今回は、兄の世話役として参りました。おお、これはこれは、なかなか優雅なレディーだね。まあで、トリーシャたちはどうしたんだ。まさかあいつらも勝手に外へ行ったんじゃないだろうな。行きましたけれど。おい、うん、どうかしたかね、アルベルト君。いえ、なんでもありません。俺は知らねえぞ、もう。へへんだ、アルのやつ、外に出るななんて冗談じゃないぜ。お、あれなんだ、うまそうだな。よし、今度こそ僕はおしゃれなシティガールで通すんだ。おのぼりさんみたいにはしゃがないぞ。絶対はしゃがないんだ。ねえねえ、トリーシャちゃん、あっちにお洋服屋さんがあるよ。え、洋服。いけない、おしゃれに、おしゃれに。まあ、こっちはアクセサリーのお店ですよ。アクセサリー。ダメだダメだ、僕は
ルディ。ピアノの音が聞こえるの。ほら。え？ピアノ？うん。これは、この音は。ん？シーラちゃんだー。え？本当に？あ、本当だ！聞こえてきた！ピアノだよ！どこだろう。ほんとふみー、あれ、あの建物の2階から聞こえてくる。間違いねえぞ。でも本当にシーラさんが弾いているのでしょうか。違う人かも。違わないよ。いつもいつもエンフィールドでメロディーに聞かせてくれたシーラちゃんのピアノだもん。シーラちゃんの匂いがするもん。本当に？うん。なあ、声かけてみようぜ。こんなとこで迷ってたってしょうがねえよな。ええ、そうだね。よーし、いっせーの、シーラー。 あれ？おかしいな。やっぱり違うのか。ふみー、シーラちゃん。あ、誰？誰か私を呼んだ？見て、シーラちゃんだ、シーラちゃんだよ。うん、分かってるってば。前のままのシーラだぜ。おい。第3話、エンフィールドノクターン。はーい、お待たせ。ごめんなさいね、急だったからお菓子とかあんまりなくって。ううん、悪いのは僕たちだよ。連絡もなしにいきなり来ちゃったから。そんなことないわ。嬉しい、とっても嬉しい。エンフィールドから自警団が来るって聞いてたから、アルベルトさんとは会えるかもしれないと思ってたけど。まさかあなたたちにまで。メロディーたちね、アルベルトちゃんの荷物に潜り込んで無理やりついてきちゃった。あら、ちょっとっと。なんでもないよ。なんでもない。それより美味しそうなケーキだね。おう、食ってもいいか。どうぞ。いただきまーす。あん、おいしい。何これ。本当ですね。どうやって作るのかしら。焼き具合といい、甘さといい、なんて微妙な。多分材料はマロンでしょうか。マロン？あ、あ、わかった！これがマロンボだろう！はい？そっか！マロンのケーキだからマロンボ！俺絶対食いもんだと思ってたんだ！なるほど、このうまさなら大流行するよな！よーし、エンフィールドに戻ったらみんなに自慢しようっと。マロンのケーキでマロンバッと。って。あのね、みんな盛り上がってるところ悪いんだけど、それただのマロンケーキ。ほえ、手紙に書かなかったかしら。マロンバって流行性感冒、こっちで流行ってる体
風の一種なんだけど、お医者様の名前を取ってマロンバ。なんだよなんだよそれよ。風、お医者さんの名前でマロンバ。なんかお医者さんの流行探しっていつもこんなオチですね。ほっといてよもう。みんな相変わらずなのね。さて次の議題だが、広域犯罪組織撲滅のための協力体制について、エンフィールド代表のアルベルト君は何か意見はないかね。はっ、はい、例えばその犯人が別の町に逃げ込んだ時の対応ですが、俺のじゃなかった、私の個人的健康骨個人的見解によればですわよ兄様。そうか、個人的見解によればだ。クレ、なんでここにいるんだよ。だって兄様がちゃんと演説なされるか心配で。だから俺のことはほっとけっつの。ほってなど置けませんわ兄様。大体そのお化粧は何ですの。皆さん怪訝な顔をなさっているじゃありませんか。何、くれぐれもお化粧だけはやめてくださいとあれほどきつくお願いしたのに。何を言うか、芸術の魅力か。このくらいやらないとかえっておかしいんだぞ。そんなはずありません。なんともにぎやかなご兄弟だ。よく見ればもうこんな時間か。今日は朝から休みなしだったし、よし、続きは明日にしよう。ああそうだ、知っているかね。え、今度この町で由緒ある音楽祭が開かれるのだが、フィナーレのピアノ演奏をシーラというエンフィールドの子が行うそうだよ。シーラですか。やはり君たちの友達かね。 はい。だったら絶対見に行くといい。チケットは手配してあげよう。ありがとうございます。てる人が集まって腕を披露するんだけど、私の尊敬するピアニストの先生なんかも来るから。そうか、緊張しちゃうね。うん、実はね、ちょっと前まではもうドキドキして夜も寝られなかったの。でもそれはもう平気。すごいよシーラちゃん、練習がうまくいってるんですね。うん、違うの、みんなが来てくれたからよ。え、ねえ覚えてるかしら、昔エンフィールドで同じように大勢の前でピアノを弾くことがあったこと。あの時も怖くって怖くって逃げたくなっちゃった。だけど本番の前にみんなが来てくれて、頑張れって、だから最後まで弾くことができたのよ。
覚えてる、リベティス劇場の発表会の時だ。ええ、そう。だから今回も私一生懸命弾くわ。曲はあの時と同じエンフィールドノクターン。発表会の時よりどのくらい上達したかみんなに聞いてもらいたいから。それでね、エンフィールドの人たちに伝えてほしいの。シーラは頑張ってますって。シーラちゃん任せなって。トリーシャだったらどんなことでも半日で街中に言いふらしちまうからな。どういう意味かなそれは。だからそうやってすぐにチョップを振りかざすのはやめろよ。トリーシャあ、お湯が沸いたわ。待っててね。こう見えてもピアノだけじゃなくてお茶の入れ方も上手くなったんだから。おい、やっぱりやるのか？当然です。エンフィールドなんていう田舎から出てきたやつにフィナーレの演奏など我々のプライドが許しません。そうでしょう。ああシーラ・シェフィールド、今のうちにせいぜいいい気になっているといい。芸術祭当日恥をかかせてあげますからね。第4話、なぜ君と出会えたの？シーラ様？え？あ、クレアさん。花を持ってまいりましたわ。来る途中みんなで買ってきたんです。まあありがとう。シーラ様、少し震えてらっしゃいます。え、でも舞台の上に立ってみんなの顔を見ればきっと大丈夫。そうですわね。ご来場の皆様、まもなくピアノ演奏の部に移ります。いよいよですわ。美しき調べの共演を。確か5番目の演奏でしたわね。ええ、ホールへお集まりください。それでは私ホールの中で聴かせていただきます。頑張ってください。ありがとう。シーラ君。はい。大変だよ、君の友達が倒れたんだ。例のマロンバネツにやられたんだよ。黄色いリボンの子だ。ちゃんだわ。君の友達は全員病院に行った。さあ君も。裏に馬車が用意してある。はい。ちょっと待ってください。シーラ様はこの後の演奏は。そんなことを言ってる時じゃないだろう。それはそうですけれど。クレアさん、私行きます。シーラ様、シーラ様。こんな時にポリーシャ様が倒れるなんて。どうしましょう。フィナーレの演奏の時にシーラ様がいなかったら大変なことに。あれ、どうしたのクレアさん、そんなに急いで。トリーシャ様が倒れたんです。だから私。はい、あのトリーシャ様、つかぬことを伺いますが、なんでそんなに元気なんです？いやだな、ピンピンしてるよ僕は。おいおい、なんだクレア、汗びっそりじゃん。なんかあったの？そんな、皆さんも病院へいらしたのでは？知らないよ。それじゃあさっきの知らせは一体。始まった。一曲目が始まってしまった。うまくいきましたね。ええ、これでシーラは大事なフィナーレに演奏できない。学園での評判も落ちます。それにしてもバカな子ですね。たかが友人ごときのために自分のチャンスを棒に振るとは。所詮はエンフィールドの田舎者だよ。おい、なるほど、そういうことでしたのね。お前、女の身ではしたないとは存じますが、
今度ばかりは私本気で怒っております。 あなた方の言う田舎者の狼藉と思いお許しくださいませ。それでは、やあ、やあ、クレア、すげえ。お粗末様でございました。おいおい、俺の出る幕なんかねえじゃねえかよ。それでは芸術祭最後の演奏です。若干18歳、期待のピアニスト、シーラ・シェフィールドです。やべえ、シーラの出番が来ちまった。私にシーラさんの替え玉なんて無理です。過去だけ真似たってピアノを弾いたらすぐにバレちゃいますよ。セリーヌさん、セリーヌさんってば。あ、トリーシャさん、早く何か弾いて。とにかく何でもいいから。あのシーラさん、一体何をなさって。よく見たらあなたシーラさんじゃない。 まずい。何を言うんですか。私はシーラさんですよ。ほーら、どこから見てもシーラさんでしょ。警備の方、来てください。この人たちを取り押さえて。フィールド、ただいま到着。到着ながったー。シーラ、シーラさん、ごめんなさい。みんな私のせいで、私の。シーラちゃん、そんなこといいから早くピアノ弾いて。
ドに着いたらこの手紙をみんなに。ふみみー、こんなにいっぱい。みんなに一通ずつ思いを込めて書いたの。渡してね。ああ、必ず。アルベルトさん、そろそろ出発の時間です。わかった。よし、行こう。バイバイ、シーラー。じゃあ、また来るからな。体には気をつけてくださいね。ふみー、メロディー、またお手紙書くからね。必ず書くからね。うん、楽しみに待ってるわ。心の中でつながってる。エンフィールドで出会ってからずっと、そしてこれからも。さあ、ピアノの練習に行かなくっちゃ。リカルドとシャリルのウラドラナイト。こんばんは、 DJ のリカルド・フォスターです。DJ リカルドさんの優秀弟子のシェリルです。アティちゃん。何よシェリル、もう始まってんだから頑張りなさいよ。だって私 DJ なんて無理。お願い、一緒にやって。分かったわよ。それじゃあ、優秀弟子のシェリルの弟子のパティです。これでいいんでしょ。ありがとう。ちょっと裏ドラやることなんで教えてくれないのよ。そうだよ、メロディーもやる。ローラちゃん、メロディーちゃん。ちょっと今本番中よ。 DJ といえば魂を言葉に乗せてみんなのハートにラブイユーしなくちゃいけないのよ。ですです。ねえ、叫ぼうメロディ、魂の目ずるまま届かせるわ、あなたのハートに。ふみ、行くわよ。ここどこですか。わー、びっくりした。ここはどこなんでしょう。なんかもうむちゃくちゃ。困ったな。おい君たち、そんなに DJ をやりたいって言うならまず外で順番を決めてきなさい。そしたら代わってあげるから。本当に。わかったわ。とじゃあメロディセリーヌ行くわよ。はい。なんだかよくわかりませんが、じゃんけんで決めよう。やっと静かになったわね。うん、では気を取り直してガイダンスナレーションのコーナーに行こうか。はい。 CD をお聴きの皆さん、これはラジオのオンエア用に作られた次回予告のためのガイダンスナレーションです。本編ドラマと全く違うストーリーになってます。うん、まずはパート5を楽しんでくれたまえ。それはもう、だって本にはそれぞれ違う説
その本を読むことによって私は世界中を旅しているんです。もちろんその本を書いた人の世界観とか考えとか知識とかそういったものを得ることも大切ですし、何よりも新しいことを知るということが古来よりとっても素晴らしいことなんです。それでですね、私もいろいろと本を読んでいて。おい、シェリル、シェリルちゃん、ちょっとダメだ、なんか長くなりそうだから先に。やっぱりあるんですね。素敵でしょ。ということでですね、やっぱり本はすごいんです。わかりました。ああやっと終わった。は、何がですか。あ、ううん、なんでもないの。ところでシェリルちゃん、そのたくさんの本の中で一番面白かったのは何。それはもちろん爆笑テナモイヤ三兄弟ハムレットです。なんだ今の、なんだ今のね。爆笑って言わなかったか。爆笑って言ってません。いや絶対に聞こえた。いや言ってません。怪しいったら怪しいな。怪しくなんかないです。いや怪しいぞ。もうこれ以上突っ込まないでください。爆笑ってなもんや三兄弟って。いや爆笑じゃなくて、一体どんな話なのかしら。ハムレットって何じゃ。気になる。ハムレットどんな話。ハムレットはハムレット。 DJ アレフに聞け。パート5、ローレンシュタインヘッド。どうですか最近。役所そうね、花粉症で辛くってね。こんばんは、 DJ アレフです。 DJ アレフ君のなんだかとってもブラボーな予感にだんだん晴れがましい気分になってきている優秀弟子のシーラです。さてさてさて、琉球幻想曲の謎に迫るこのコーナー、今回のゲストは自警団の隊長、泣く子も黙る。あいえ、いや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 、泣く子はもっと泣く、リカルドのおっさんだい。こんにちは。はい、こんにちは。いやおっさん、すっかり可愛くなっちゃって、特にそのポニーテールがって、なんじゃい俺。まあ、セリーヌさん。なんで、どっから出てきたんだよ。ああ、実は道に迷ってしまいまして。ここはどこで。スタジオ、スタジオ、今本番中。まあ、それはご苦労様です。いや、ご苦労様はいいからさ、とにかく外に出ててくれないかな。はい、わかりました。はい、シーラ、ちょっとセリーヌを外まで送ってくる。予告編をやっててくれ。は、はい。いや遠い遠い。お疲れ様です。もうたくもう。じゃあ改めていくよ。はい、DJ アレフに聞け。ということでゲストのリカルドさん、どうぞ。しっぽり。はい、しっぽり。いやおっさん、すっかりしっぽりになっちゃって、特にそのスパッツが俺好みって。どっから来たの。どっから。はあ、じゃないよ。じゃあしょうがないか、やっぱりもう一回俺が送ってくるよ。え、じゃあシーラ、あとは任したぜ。師匠、お願いします。どこ行くか。というわけで、いいとこですか。それでは皆さん、次回もお楽しみに。シェリル、シェリル、ほらガイダンス終わったわよ。何か喋って。あ、すみません。ということでガイダンスナレーションパート5でした。楽しかったですね。いや、もっとこう話を膨らませないとね。楽しかったの一言じゃ DJ になんないでしょ。そうなんですか。じゃあ、とても楽しかったですね。私笑ってしまいました。だからそれじゃ盛り上がらないんだってば。ごめんなさい。ああ、私ったら、なんてダメな子なのかしら。もう帰ります。いや、ちょっと待って。そんなことないわよ。ほら、あと台本があれば、ね。これを読みながらやれば大丈夫よ。そうですね。じゃあ。ワンちゃん！ほー！げっ！伝説の武器、ホーリーナイフが真っ二つある！私はカンフーの達人、マーシャルアルン。あちゃーん、あちゃーん、あちゃーん、
一子相伝、本家本元のトリーシャチョップを見せる時が来たようだ。トリーシャチョップ、私が準備をしている間にガイダンスナレーションパート6を聞いていてくるため、ではスタート。 DJ アリハに聞け、パート6、アオーフィールド編。太郎君どう、ちゃんと交通信号守ってる？こんばんは、 DJ アレフです。 DJ アレフ君のなんだかとってもキュートな気持ちにこの小さな胸がキュッとなっている優秀弟子のシーラですと台本にはそう書いてあるんですけど、本当はあるんですよ胸。いや、いつか揉んでやろうと思ってるんですけどねなかなか機会がなくて。そうです。さて、琉球幻想曲の謎に迫るこのコーナー、今回はローラ、ローラの登場だ。私はね実は王子様の燃えるようなキスで目を覚ましたの素敵。いやおい、ファンに嘘を教えちゃダメだな。これでも一応さ、謎解きコーナーなんだからさ。というわけでね、皆さん、ローラが目を覚ましたのはただドクターが注射しただけ、しかもお尻にプッスリ、色気も何もあったもんじゃなかったです。注射したんだろ、しかもお尻にぶっすり、色気も何もあったもんじゃないよな。素敵だったな、素敵なお尻にぶっすりキス。ちょっとドクターが注射ぶっすり、しかもお尻にぽっそり、色気も何もあったもんじゃなかべ。なんだかわかんない、早く次回予告いっちゃえドクターの注射、しかもお尻、色気も何もなし。注射、尻、色気なーし。ダメだ。あ、ドラドラナイトの始まる時間だ。じゃあ、私お先に失礼します。注射で決定、色気なーし。 DJ アレフに聞け、パート6、ロンレンシュタイン編。お前も喋れ、シーラ。こんばんは、 DJ アレフです。 DJ アレフ君のなんだかとってもワンダフォルでラブリーな予感に、特に七夕でもないのに天の川の星屑になってしまいそうなハッピーな気分の優秀弟子のシーラです。ちゃんと言えたでしょ、すごいね。さて、琉球幻想曲の謎に迫るこのコーナー、今回のゲストは桜亭の必殺破壊娘、厳しいツッコミと怒りっぽいのがトレードマークのパテーだ。さあ、どんと吹き上がるってんだよ、おいこんにちは、パテーです。あれ何、どうしたの。いや、あの、怒らないのか。何が、すごいすごいわ、パティちゃん。琉球幻想曲1の頃は今みたいに紹介されたらキックとかパンチとか強烈なのを出してたはずなのにもうやだな、私だってもう年頃の女の子なのよ。そんな野蛮なことしないってば。かえって気持ち悪い。ブッディガあ、あの、シーラ、はい、何その顔。え、かわいいでしょ。それじゃ次回予告に行きましょうね。次回予告、アレフ君、ね、アレフ君ってば。大丈夫アレフ。俺が悪かった、許してくれパティ。何言ってるのよ、夢でも見たんでしょ、ねえシーラ。見てたけどね。わあ、綺麗なお月様。ということで皆さん、また来週お会いしましょう。今日のゲストは、今やすっかり女の子らしくなったパティでした。それでは、さようなら。やっぱ気持ち悪い。ブイディアパティさん、発砲する。ある、わっほー。おじさん、一体何やってんの。いや、すまさん、あちょよし、では行くぞ。君のハートにトリーシャッチョープ。あれ、私では今まで一体何を。やった、何
どうやらエンディングには間に合ったようだな。セリル、ほら、セリフ、セリフ。はい、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。お相手は DJ リカルド・フォスターと DJ リカルドさんの優秀弟子シェリル・クリスティアと優秀弟子シェリルの優秀弟子パティ・ソウルでお送りしました。それでは皆さん、おやすみなさい。